東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは、美しくサステナブルな環境都市、東京の魅力ということで、シティキャストの中西さんより発表いただきます。それでは早速ですが、中西さん、よろしくお願いします。はい。ただいまご紹介いただきましたシティキャストの中西でございます。今日は美しくサステナブルな環境都市、皆さんにですね、この東京にどんどん魅力を感じていただくために、簡単なですねプレゼンテーションをさせていただきたいと思います。今日の、テーマとしまして、この3点、竹橋、神楽坂から竹橋に至るところのですね、スポットの魅力、次に高尾山の魅力で、最後にですね、この環境都市の維持に向けてということで、お話をさせていただきたいと思います。この神楽坂、東西線の駅でですね、神楽坂がございます。神楽坂、そして飯田橋、九段下、竹橋、まあ、大手町に至るですね、まあ、このルートに沿って、主な観光スポットなり、私なりでですね、好きな場所をですね紹介します。まず神楽坂なんですけど、この神楽坂はですね、写真に、真ん中の写真にありますように、石畳が裏路地にたくさんございまして、まるでパリの下町のようなですね、雰囲気を醸し出し、落ち着いた大人の雰囲気が楽しめる粋な街として、有名な場所でございます。おしゃれなカフェだったりとか、和食洋食さまざまなレストランも多数ありますので、必ずですね、来ていただいた方を喜ばせる力がある街でございます。この神楽坂にですね、神楽坂通りに沿ったところに、毘沙門天全国寺さんがございます。まあ、こちらはですね、安土桃山時代に創建された日蓮宗の寺院なんですけれども、ご本尊の毘沙門様もですね、信仰されておりまして、江戸時代から神楽坂の毘沙門様として有名になっております。現在は新宿の山手七福神の一つとしてもですね、お参りする方々が絶えない寺院でございます。でこの神楽坂のですね、裏通りにはですね、こういった写真のような猫ちゃんに出会うこともございます。夏目漱石の我が輩は猫であるに登場した猫の町としても有名でして、現在はこれはおまんじゅう屋さんの飼い猫なんですけれども、こういった猫がですね、町の皆さんに可愛がられている、まあ、そんなところもございますので、ラッキーであれば猫ちゃんにも会っていただけるかと思います。そして飯田橋を越えましてですね、パワースポットとして、また東京のお伊勢様としてもですね、知られる東京大神宮がございます。こちらはですね、縁結びの御利益があるということで、非常に多くの方々がお参りに来られています。まあ、これ夜の写真はですね、七夕の時ですけれども、いろんなですね、幻想的な飾りも出てですね、魅力的な神社になっております。そしてですね、九段下を越えましてですね、竹橋に向かうところにはですね、江戸城の清水門と清水堀もございます。まあ、江戸城自体はですね、現在は皇居として利用されておりますけれども、一部はですね、皇居東御苑として開放もされてますので、ぜひ東京に訪れた際にはですね、こちらもご覧いただければなと思います。非常に綺麗な門とですね、
今これは季節がちょうど今なんですけれども、綺麗なハスの花がウォーキングをする際にはですね、目を楽しませてくれますので、ただ花はですね、ハスの花は朝行かないと、閉じてしまいますので、時間帯にはご注意ください。そしてですね、竹橋の駅のですね、すぐ横には、大手堀緑地もございます。ここは記念事業として建立されたですね、わけの清丸像があるんですけども、この辺りの再整備というか、もう終わりましてですね、非常にきれいな公園になっています。ここにはですね、関東大震災に火災から焼失を免れたですね、震災庁も元気に、歯をつけておりますので、ここもですね、ぜひ見ていただければと思います。以上が神楽坂からですね、竹橋に至るところの魅力の簡単なご紹介ですが、次にですね、ぜひ訪問していただきたい場所として高尾山をご紹介したいと思います。標高はですね、599メートル、東京都八王子市にある山なんですけれども、皆さんよくご存知の通り、誰でもですね、登れる山として人気を集めており、多い時は年間3000万人という、世界でも一番を誇るそういう山でございます。でミシュランガイドでも最高ランクの三つ星に輝いた山。どうしてこんなに魅力があるのかなということなんですけど、こちら高尾と電鉄さんのですね、コースマップも見ていただけると分かるんですけど、さまざまなですね、コースが用意されております。でケーブルカーを使うコース等もあってですね、ご高齢の方だったりとか、足が悪い方でもですね、気軽に登れるということもありまして、子どもから深夜の方まで、皆さんが楽しめる。そしてこの山そのものはですね、非常に豊かな自然に恵まれておりまして、四季折々の花々を楽しむことができる。またちょっとこの小さくて見づらいんですけど、真ん中に山の中腹にですね、薬王院というもございまして、ここではですね、飯綱大権現様をですね、ご本尊とするお参りスポット、またすごくパワースポットとしても有名な場所もございます。そしてこの高尾山をですね、ご訪問された方はですね、皆さん気づくんですけど、とても山がきれいです。ゴミがですね、非常に少ない。これはですね、昔はそのゴミ問題に大変な皆さんご苦労されたんですけれども、今は必ず山に持ち入ったですね、ゴミは持ち帰るという運動が徹底されておりまして、またボランティアの方々が日々ですね、清掃活動もすることでですね、今はとてもきれいな山が維持されているのが特徴です。ぜひ高尾山にも行っていただければなと思います。で最後にですね、今の私のプレゼンも踏まえまして、この美しくサステナブルな環境都市東京をですね、維持するために2点だけですね、お話をさせていただきたいと思います。一つは 3R と言いますけども、ゴミをできるだけ出さない、リデュースというですね、取り組み、またいろんなものをできる限り長く使ってまた再使用するリユース、またほとんどのですね、ものはまたリサイクルすることができます。このためにはしっかり分別をしてゴミを減らすということも大事ですし、ぜひもったいないの心でですね、みんなで、これをですね、取り組んでいければなと思います。そして高尾山もそうですけれども、清掃活動っていうのも非常に大事です。
多くのボランティアの方々が毎日のように、ゴミを拾っておられますし、いろんなお店の方々がですね、店の前をですね朝掃除されているのに、もう私 もう数多く会います。ぜひこのおもてなしの心でですね、こういった活動も続けていければなと思います。で最後に手前味噌ではあるんですけども、私自身もこのゴミ拾いのボランティアというものを、続けておりまして、エコウォーキングという形で、手を汚さない、誰でも気軽にできるですねゴミ拾いというものを、続けています。またこういったですねゴミ拾いのボランティアの方々が使うですね専用の SNS も、世の中にはありまして、ここでですね、いろいろとゴミの拾いの状況を投稿して、みんなでありがとう、感謝の気持ちをですね、伝え合うといった、そんなこともとても、励みになりますので、もしご興味があればこういったものにもチャレンジいただければなと思っております。このエコウォーキングについてですね、こちらに写真はありますけど、最後にですね、YouTube の動画で簡単にですね30秒ほどイメージをつかんでいただければと思いますので、ご紹介をさせていただきます。はい、こちらはですね約4年前になるんですけど、私が月島勝どきの周辺でですねエコウォーキングをしてた時に友人が撮影してくれた動画です。この小さなトングとレジ袋2枚を使いまして、本当に歩きながらですね小さなゴミ、特に多いのはポイ捨てのタバコなんですけども、こういう形でですね二重にした袋に入れて、中の袋は持ち帰り、また外の袋にまたトングを入れて持ち歩くという、手を汚さないですね気軽なボランティアということで、ぜひこれも参考にしていただければなと思います。今日はどうもありがとうございました。中西さん、サステナブルという視点からのプレゼンテーションありがとうございました。はい、早速ですがいくつかインタビューをさせてください、はい、でまずは改めてとなりますが、中西さんへの自己紹介をお願いしたいです、はい、でこれ自己紹介の際、これまでのボランティア経験や、今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけを交えてお話をお伺いできればと思いますが、はい、中西さんお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。私はですね企業で環境活動の事務局、またISO14001 環境のですね審査員を行っていることも あるんですけれども、昔からですねそういったこの環境保全だったりとか環境維持について、とても興味があり、またそれの活動をしようというのがで取り組んでいる、そういう人間でございます。で今回、日々ですねボランティア活動として、先ほどちょっとご紹介したですねゴミ拾いもしてるんですけれども、あといろんな環境関連のイベントでのいわゆる裏方なんですけれども、そういったボランティアも行っております。でこの東京に住んで、もう30年を超えるんですけど、もともと大阪で、ね、生まれた人間ではあるんですけれども、この美しい東京の魅力をいろんな形でですね、発信できればいいなと、またこのきれいな東京を維持していければいいなということを、日々考えておりまして、今回はこの東京オリンピックのボランティアでいろんな方の案内をする、そんな中でですねそういった東京の美しい東京の魅力を感じていただければなと思って、おりましたので、今回のこの企画にも参加させていただいたという経緯でございます。
ありがとうございます。今回のプレゼンのテーマ、美しくサステナブルな環境都市東京の魅力ということで、東京の魅力という、東京の魅力発信という大きな括りの中でこちらのテーマを選ばれた理由をお伺いしたいです。はい、東京はですね、いろんなものも揃っておりますし、交通機関も便利ですし、とてもですね、大勢の方々が暮らしているにもかかわらずですね、とても素晴らしい都市でも、その中の一つの魅力としてですね、この東京の美しさがありますし、またそれをですね、こうサステナブル、持続可能性ということで今世界全体、また東京もですね、いろんな目標を立てて取り組んでいますけれども、そういうことがこれからますます重要になるだろうなと思って、この美しい東京をサステナブルにしようという、そういうテーマを今回選ばせていただいた次第です。ありがとうございます。ではここからはプレゼンテーションの内容について少しお伺いしていきたいと思います。はい、で今回ですね、一つ目にご紹介いただいた神楽坂から、竹橋のルートなんですけれども、これ中西さん、このルートはよく歩かれてるんですか？はい、基本的にはですね、私は今神楽坂に住んで、勤務先が大手町ですので、なるほど、必ずそこを毎日通勤をするということで、通勤をしながら先ほどのエコウォーキングをしていることもありましてですね、非常にそこは馴染みが深くなりました。なるほど、通勤路なんですね。そうですね、しかも徒歩で、それはもういろいろなこう、ね、日々の中で発見というか、こんなところにこんなお店だった、こんな石碑があったって見つけることできますよね。そうですね、いろいろなポイントを、ね、今回ご紹介いただいたんですけれども、このコースの中で中西さんが一番お気に入りの場所、好きな場所というのはどちらになりますか？やはり18年ぐらい住んでいる神楽坂はですね、とても魅力的な街でございましてですね、街の雰囲気ものみならず、本当にいろんなお店、おしゃれなカフェもあればですね、美味しい洋食屋さん、和食屋さん、そういったものもありますし、先ほどちょっとご紹介した、猫ちゃんもですね、会えたり、とても街全体がですね、魅力的なので、一度はですね、東京に来られたら来ていただければいいかなと思っております。ありがとうございます。そして2つ目にご紹介いただいたのが高尾山なんですけども、お掃除小僧、私初めて今回知ったんですけれども、お掃除の発祥、持ち帰りのお掃除の発祥の場所なんですね。そうですね、これも今いろんなですね、情報をホームページ等で調べていただいたら分かるんですけれども、昔はですね、高尾さんもすごくそのゴミの問題で悩まれて、地元の方々がですね、当初からボランティアでいろいろゴミ清掃したりとか、それでもなかなかですね、それを解決できなかったものをですね、もう完全にもう持ち行ったゴミは持ち帰るという、そういう運動をですね、もうずっと定着させられしたことでですね、今はとっても綺麗なですね、山が維持されてますし、今も登山されながらですね、ゴミ袋を持って登山されている方もいらっしゃいますので、そこはとても魅力的でしたし、また高尾山そのものがですね、すごく自然豊かなんですね。はい、環境用語で生物多様性って言いますけど、すごくいろんな種類のですね、樹木がありまたですね、いろんな動物たちもいるようでですね、私自身はまだちょっと目にしたことはないんですけど、夜はムササビがですね、飛ぶということで、ムササビのモニュメントがあったりですね、とても素晴らしい山だと、だからこそはミシュランガイドでもですね、紹介されるということだと思うんですけど、大好きな山ですね。でも確かにこう環境が整っているということはもう自然にとってもとても、重要なことですもんね。なるほど、ありがとうございます。
さあそして最後にご紹介したいと、エコウォーキングなんですけれどもね、はいはい、もう本当にライフワークといっても過言ではない活動なのかなと思ったんですけれども、はい、これはどんなきっかけで始められたんですか？はい、これはですね、遡ると10年前になるんですけど、2011年の東日本大震災の際にですね、私企業として、被災地の復興支援 の担当をすることになりまして、まあ、何度も被災地を訪れて、また復興の支援の仕事もしたんですけれども、まずはその現地のですね、瓦礫の山、これを見てですね、本当にその無力さを感じるとともに、これを何とかしていかなきゃいけないということで、皆さんそれを解決されたんですが、私は東京でですね、いろいろ仕事をする中でも日々そういったゴミ問題も解決にできるようなことないかなと思った時に、ふとですね、手を汚さないエコウォーキングというのを思いつきまして、すぐにあれ100円ショップでトングを買ったんですけど、それからですね、もう10年間、今年で11年目になりますけれども、続けております。なるほど。はい、でも確かにこの街がきれい、ゴミがないっていうことは、もちろんね、美味しいものが食べれる、遊ぶところがたくさんある、交通網も発展してるっていうところも魅力なんですが、街がきれいっていうのも東京の魅力の一つですよね。そうですね。そしてこれをやっぱり維持していきたいですよね。そうですね。で、私もこれをエコウォーキングをしててですね、自分だけじゃなくて非常に多くの方々がですね、その同じように大きなトングだったり袋を持って毎日のように清掃されている方にも会うんですね。そして多くのお店の方々は、神楽坂もそうですけれども、皆さん朝はお店の前を清掃されててですね、そういった、それともちろん都民の皆さんがきちっと基本的には分別をして、きちっとそのルールに沿ってゴミを出してリサイクルに回す、これができてるからこそなので、それでもちょっとそのはみ出した部分についてはみんなでですね、清掃することでよりきれいな街が維持できるんじゃないかなと思って、自分自身も続けていきたいなと思ってます。みんながハッピーになる活動ですよ ね、 そうですね、さあ今回ですね、プレゼンの中で伝えきれなかった内容ですとか、今一度 PR したい内容があれば、はい、ぜひお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか？そうですね、少し今申し上げましたけど、こうやって、ゴミ拾いもそういった環境意識を持っている方々がですね、全世界にですね、どんどん今増えている気がします。少しご紹介しましたゴミ拾い のボランティアのですね、 SNS でもですね、もう全国でいろんな方々がですね、ゴミを拾ってお互いにありがとうを言い合ってる、そういうようなところがこれからもですね、よりこう増えていくんじゃないかなって期待をしてますので、それがより東京の美しいサステナブルな、につながっていけばいいかなというふうに自分自身も期待しています。ありがとうございます。では最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、今日は本当にこんな貴重な機会をいただきましてありがとうございます。本当はですね、いろんな海外からも来られた皆さんにですね、ご案内するという役割もあったんですけど、今回は残念ながらですね、その部分についての、活動は非常に少なくなりました。でもこうやってですね、自分東京の魅力を発信できるという機会をいただけたことに本当に感謝しておりますし、ぜひコロナ禍が収まったらですね、この美しく非常に便利で魅力ある東京に、また日本にですね、ぜひ訪れて、楽しんでいただければと思います。今日はありがとうございました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。